フェリックス2・シュバルツェンベルクは、オーストリアの貴族、軍事と外交の、両分野で活躍した。皇帝フランツ・ヨーゼフ一世に新閣僚を紹介する、シュバルツェンベルク1848年革命によって、宮帝がインスブルックに逃れた際、オーストリア皇帝フェルディナント一世の補佐機関である、最小会議はが開し、帝国の実験は書章に移った。 北イタリアの反乱を鎮圧したヨーゼフ・ラデツキーは82歳と、老齢で政治的野心もなかったことから、プラハ・とウィーンの暴動を鎮圧した、アルフレート・一世ツー・ヴィンディシュ・グレーツが強大な存在感を持つこととなった。ヴィンディシュ・グレーツの妻は、フェリックスの姉エレオノーレであり、ヴィンディシュ・グレーツの強力な後押しによって、1848年11月21日、 オーストリアの首相権外相に任命された。1848年12月2日、フェルディナント一世は退位し、シュバルゼンベルクは新皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世を補佐することとなった。私は陛下には全てをお伝えした上で、ご自分で判断なさるには明らかに資料不足であるというような場合に限って助言申し上げるつもりである。義兄アルフレート一世。 ツー・ヴィンディッシュ・グレーツ宛ての所管1852年4月5日、心臓発作で急死した。シュバルゼンベルクに匹敵するほどの人物が見当たらず、関係者は公認探しに頭を悩ませた。このため、当分、オーストリア首相は空席となり、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世自らがその役割を果たすこととなった。ありがとうございます。